敗談が多く聞かれる服装、靴、アクセサリーの選び方。女性で一番重要なのは、新婦より目立たない、白は避ける、この2つです。男性も同様に、新郎より目立たないように、昼であればディレクタースーツ、または昼夜可能なタキシードを着用します。別れることを意味する偶数や4や9などの数字は縁起が悪いということで、避けるのがマナーです。事情があって2万円にする場合は、1万円札1枚と5000円札2枚にするなど工夫をされる方もいるようです。ご祝儀や結婚祝いは気持ちが一番大事です。金額の一般的な相場は次の通りです。ご祝儀を持ち運ぶときには、汚さないように服紗に包みましょう。暗い色の服紗はお悔やみ用なので、結婚式には明るい色のものを使用しましょう。洋食のフルコースのお料理は、慣れていないとマナーが不安なものです。一番の基本として、ナイフ、フォークは外側から使うことを覚えておきましょう。食べるペースや音などにも気をつけましょう。スピーチを頼まれた場合の失敗談も数多く聞かれます。使ってはいけない言葉を使ってしまったというのはよく聞く話です。他にもスピーチの際にお辞儀を7回することはご存知ですか？会場に来られているさまざまな方への挨拶はとても大切です。お辞儀などのタイミングも難しいので、気をつけたいところです。ヒマラボは今ネットで話題の世界中のニュースをまとめて日々配信しています。チャンネル登録をして最新の動画を受け取ってください。皆様の評価が励みになります。よろしくお願いいたします。